ゲルマニックとは1874年に浸水した客船である。ブリタニックの姉妹船として建造され、4回の改名を経て1950年にスクラップとなった。ゲルマニックはハーランドウルフによって建造され、1874年に浸水し、完成したのは1875年であった。夏のクルーズシーズンに間に合わせるため5月に、 ホワイトスターラインに引き渡された。それまでホワイトスターラインで一番大きかったオーシャニックを抜かし、諸女公開は1875年5月30日。同年7月にブルーリボン賞を受賞し、さらに1876年2月に記録を更新したが、その次の公開で記録更新に挑戦中エンジン機器が故障し、速力低下によってブルーリボン賞受賞を逃してしまった。 1895年に大幅な改装が行われ、エンジンの馬力は3倍になり、補助用の方が外された。1899年2月13日、ニューヨーク港に停泊中ブリザードに遭遇。雪の重みで石炭補給口から浸水し沈みかけたが、引き上げられてベルファストで4ヶ月間修理された。1903年9月3日、ゲルマニックは、 ホワイトスターライン時代最後の公開をし、1904年、アメリカンラインに売却された後、サウサンプトニューヨーク間を6回だけ公開した。しかしその後、日知市場であった移民移送に従事する海運会社であったドミニオンラインへ、再び売却された。そして1905年1月5日に、ゲルマニックからオタワに改名されることとなった。その後4年間オタワは、 夏の間だけカナダのケベックとモントリオールの間を定期運行した。1909年の夏季の高校の後オタワは冬の間ドックに入れられた。1910年オスマン帝国政府はドミニオンラインよりオタワを買い取り、オタワはギュルジェマルという名を与えられ、オットーマン総督の指揮下5000からなる艦隊の一0として1911年5月15日を最後に リバープールを後にした。その後数ヶ月後、イエメンにオスマン帝国軍の兵士を運ぶ任務に就くこととなった。第一次世界大戦勃発時、オスマン帝国はドイツ帝国と共闘し、ギュルジェマルは再び軍艦として兵士をガリボリ半島へ移送することとなった。しかし、1915年5月3日、ギュルジェマルは4000人の兵士を 移送中連合国軍の潜水艦 E-14 に来撃された。その結果、浅瀬に沈み艦板までの沈水に留まったものの、搭乗者のほとんどが死亡することとなった。ただ、ギュルジェマルは完全に沈んだわけではなかったので、引き上げ修理することが可能であると判断され、その修理後再び戦争に従事した。1918年、ギュルジェマルは、 連合国側によって指定された、ドーバーまで1500人のドイツ帝国軍の兵士を移送し、そこで、兵士たちは武装解除され、各家庭への帰省が認められた。長年続いた、戦争の終結により、1921年10月10日、ギュルジュマルは、オットーマンアメリカンラインで再び新天地アメリカへの移民を運ぶことになった。そしてその後国会で運用されることとなった。 1928年、ギュルジェマルは、ドワキやシーレスフィン・イに誰しに売却され、ガルソムルと名付けられた。1931年、ガルソムルは、マルマラ海沿岸で座礁するがその事故の後なんとか、修復され、特に目立った活動はしていないものの第二次、世界大戦の後も航海を続けた。その後1949年までは貯蔵船として使用され、 1950年に水上ホテルへと改装された。しかしついにその年の10月29日、3回の大きな海運事故、そして2度の世界大戦を経験したガルソムルは、イタリアのシチリア州メッシーナへと送られ、スクラップとなりその75年の現役生活を終えた。解体の際にその外装を取り外し保存したので、そこに描かれた星の線と金色の島模様を今がだ見ることができる。 ありがとうございます。